チャロブラマーティーバリー、どうもチャロブラザーズの沢地です。はい、というわけでですね、皆さんにもお馴染みになりましたかね、インドを目指したヨーロッパ編ということで講座シリーズのですね第6回目今日はやっていこうと思います。今日はね、世界史の山ですよ。イギリス、フランスの争い、特にインドね、僕らインドの YouTuber ですから、インドに関してねフォーカスをして、イギリスとフランスがどう争い、どうなっていったかっていうところをね説明していこうと思います。それでは行きましょう。というわけでね、前回までで、ですね、イギリスの東インド会社ね、1600年に展開をして、1623年のアンボエナ事件っていうので、インドネシアでオランダと衝突して、それ以降、イギリスにね進出を目指していくというところでしたよね。だけれどもフランスも同じような時代に、それこそポンディシェリとね、シャンデルナゴルという2つの拠点を作って、イギリスの3大拠点ボンベイ、マドラス、カルカッタと対立していくっていう話でしたね。おさらい大丈夫でしょうか。じゃあロゴが、はい、でね、対立をしていくということは当然大きな争いが起こっていくわけですね。それを今回はやっていこうということです。はい、行きましょう。2つあるんですね、大きな戦いが。1つカーナティック戦争というもの、それからプラッシーの戦いというね、いうものがあります。まずね、このカーナティック戦争から説明をしていきたいと思います。じゃあロゴがカーナティック戦争、なんとですね1744年に始まり1763年に終わる、その間なんと3回にわたり争うというね、そんな大規模なものだったんです。はい、どこで行われたかというと、はい、これねインドの地図ですけれども、ここね南インドです。はい、前回までの講義ねしっかり見ていただいている方は、このね南インドの拠点といえば、すぐ出てきますかね。イギリスはこのマドラス、はい、そしてフランスはポンディシェリでしたね。マドラスの方が北にあって、ポンディシェリが南にある、そんな感じです。はい、で実はその南インドで争われたのがカーナティック戦争なんです。はい、じゃあロゴが、1人ね偉人の名前をねぜひ余裕のある方は覚えておきましょう。フランスの方でデュプレックスという人が活躍をしますね。特にね第1回と第2回、この戦争ではデュプレックスという人がものすごく活躍してね、イギリス苦しみます。実際にねマドラスが占領されたりして、大虐殺がね行われたりするんですね。そういう強い強いフランスの総督デュプレックスってねいうことで、名前もかっこいいんでね、ぜひ覚えておきましょう。じゃあロゴがなんだけど、第1回第2回だけねデュプレックス活躍するんですね。で第3回はねこの人いないんです。なんでかというと、デュプレックスね強いんですけど、お金使いすぎるんですよ。なのでフランス本国にね呼び戻されちゃう。もうお前は解雇だ、クビだって言われるんですね。なんでかっていうと、戦争が長期化してお金使いすぎてて、フランスはねもっと他にも戦いたい国、戦いたい地方がある、だけどインドだけそんなお金使えないよって言ってね解雇しちゃうんです。で残念なことにね、デュプレックスの次についた総督、これがまた弱い人だったんですね。なので第3回では形勢大逆転ということでね、イギリスが勝ちます。それがカーナティック戦争。じゃあロゴが次ね、こちらがプラッシーの戦いというね戦いがあります。これはね、インドのまた別の場所で行われたイギリスとフランスの戦いなんですね。はい、場所見ていきましょう。さっきねカーナティック戦争が行われたのは南インドだと言いました。はい、今度はねプラッシーの戦い、これはどこにあるかというと、ここです。東インドですね。東インドといえば、イギリスの拠点ははいカルカッタですね。それからフランスの拠点はシャンデルナゴルというところ、ここ2つに同じベンガル地方ですね、そこに同じような拠点をかなり近い場所に作っちゃったから、それぞれ貿易の利権なんかを争ってね戦いが起きる、それがプラッシーの戦いでございます。じゃあロゴが、でこの戦いの特徴的なところは、ここねフランス側に実はインドがつくというところなんです。はい、ベンガル大主と書きましたね。これどういう人かなんですけど、昔々のね、動画で
私たちは実はムガル帝国についてね説明をしました。もしね動画を見て、覚えてくれてる人がいたとすればですね、ムガル皇帝の最初の6人、もうこれはねものすごく重要なのでしっかり覚えておきましょうねということでね、お伝えをしてたんですけれども、上から順番にいきますね。バーブル、フマユーン、アクバル、ジャハンギール、シャージャハン、アウラングゼーブとね、いうことです。はい、特に重要なのがこの一番最後のアウラングゼーブという第6代皇帝なんですけれども、その時にね、実はインドのほぼ北や東ですね、これを全部支配する大きな帝国にムガル帝国っていうのはなります。はい。ただね、この後ですね、ムガル帝国は衰退をしていくわけですね。実際に1707年にアウラングゼーブという第6代の皇帝が死んだ後は、実は地方分権の状態がね、続くわけ。つまり地方の有力な人たちがそれぞれ自分勝手に政治をしていく。ね、そんな状態になるわけ。で、その自分勝手に政治をしていく人の一人が実は、ベンガル大使という人なんですね。特にベンガル大使というのはこのベンガル地方、東インドを、自分勝手に政治をしていく、そういうムガル帝国の役人さんなんです。はい。当時ね、このシラージュ・ウッダウラという人がベンガル大使をやっていました。ね、で、その下にさらにミール・ジャーファルというね、これがね、軍の総司令官ですね。ムガル帝国のベンガル大使にくっついてる軍、それを司令しているものすごい偉い人がミール・ジャーファル。この二人体制で、このベンガル地方をインドは抑えてたっていうことなんです。じゃあ、ロブラ。はい。で、で、そこに出てくる一人のヒーローがいます。はい、フランスはデュプレックス、超強い、これは軍に長けてる人だったんですけど、イギリスからヒーローが出ます。はい、この人ロバート・クライブという人ですね。名前もかっこいいよね、もはやね。はい、ということで、彼はね、デュプレックスは普通に強い人でしたけど、ロバート・クライブは何が強かったか、頭が良かったんです。頭がいい。なんで頭がいいかというとですね、シラージュ・ウッタウラとミール・ジャーハルの二人で、強大なね、ベンガル地方を、治めてた、そういうインドなんですけど、そこにね、アプローチするんですね。ミール・ジャーハルっていう人、この人も実は、政権を取りたいなと、シラージュ・ウッタウラちょっとね、目の上の炭鉱部で嫌だな思ってた人なんです、ね、そこにロバート・クライブはしれっとアプローチをします。はい、そしてなんとなんと友好関係を築いちゃうんですね。仲良くしちゃうんです。具体的には、イギリスをあなたが支援してくれたら、将来的にあなたをベンガル大使にしてあげますよ、そんな約束を実はしたんですね。そこにミール・ジャーファル乗りました。じゃあ、ロブラ。その中で起きたのが実はプラシーの戦いなんですが、で、イギリス・カルカッタとフランスのシャンデル・ナボルが争っていきます。そこにインドね、表向きはね、ちゃんとフランスにくっついてるんです。なぜならばイギリスの方が当時強かったね。で、シラージュ・ウッタウラからすると、もうイギリスを追い出したいんですね。強い方を追い出したいじゃないですか。で、弱い方を自分の手玉に置いておきたい。だからフランスの方が弱かったんですね。なので、インドはフランス側につきました。はい。ただし、それは表向きの話で、このミール・ジャーハルという軍の司令官はなんとイギリスの方にくっついてたわけ。だから何が起こるかと言いますと、はい、二つ面白い出来事が起きます。じゃあ、ロブラ。一つは何かというと、インド特有なんですけど、このプラシーの戦い中ね、雨が降ります。はい、で、雨が降る。で、当時インドのこのベンガル大使の軍っていうのは、正直ね、あんまり戦いに慣れていないんです。それだけ昔はムガル帝国って強すぎたので、誰も戦おうとしてなかった。だからね、戦争に慣れてないんです。はい、で、対してイギリスの軍、イギリスなんてもうどこでも戦争してますから、だから超強いんですね。ちゃんとね、その武器の使い方にも慣れてるわけ。だから雨が降った時に、なんとなんとインドの軍隊は銃とか火器ですねにブルーシートみたいなね、布とかかぶせてさ、濡れないようにってすることをやらなかったんですよね。だから雨がしとしと降りますよとね、そうすると火薬が濡れちゃうんですね。なので、銃、火器持ってました。でもね、使えないという状態になっちゃったんです。これがまず一つ残念な点だった。じゃあ、ロブラ。そしてね、もう一つ面白いことが起きます。それは、この関係ですね。ロバート・クライブとミール・ジャワハルの友好に基づいた、ミール・ジャワハルの裏切りです。なんとですね、このミール・ジャワハル、実は、戦いが始まってからね、
全く動かないんですよ。ずーっと止まってます。このインドのね、ベンガル大衆の軍ですね、これ6万人以上いたと言われてます。で、対してこのイギリス軍ですけれども、ヨーロッパからの兵士とね、それからインド人の傭兵、合わせてもね3000人ぐらいだって言われてるんですね。なのでたとえ雨で火器が使われなかったとしても圧倒的に数ではこっちの方が有利なんです。なんだけど、その6万人のうちなんと5万人以上の兵士はこのミール・ジャーファルに直接くっついている兵隊さんたちなんですね。だからいくらベンガル大使のシラージュ・ウッタウラが行け、どうぞ戦えと言ってもですね、5万人はミール・ジャーファルの指令を聞いてるわけだから、ミール・ジャーファルが動くな動くな動くな止まれと言ったらですね、止まれるんですね。実はだから何が起こったかというと、実際6万数千人の兵士のうち実際に動いたのは1万人弱ぐらいしかいなかったってことなんです。じゃあロゴだ。そしてプラッシーの戦いは朝に始まって、その日の夕方になりましたね。さらにもう一回裏切りをね、ミール・ジャーファル実はするんですね。はい、シラージュ・ウッタウラは、夕方になってどうしようかと、相談します。というのも当時の戦争では夕方に戦争を一旦中断するっていうことがねあるわけで、中断しなくてもいいんです。どん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 攻めてもいいんです。だけれども、そこは、ミール・ジャーファルね、軍の総司令官の意見を聞くわけですね。で、ここでミール・ジャーファルはこう答えるわけ。一旦やめましょう、やめた方がいいですよ、やめて、兵士を休ませて、翌朝一気に攻めていきましょう。その攻める時には私たちの5万の兵も動かしますよね、こういうわけですね。で、シラージュ・ウッタウラ、なるほど分かったというわけですね。実はシラージュ・ウッタウラの下にはもっと軍の参謀がいっぱいいるんです。で、その中には違うと、ここでちゃんと攻め込み続けなければ軍の士気が下がる、で軍の士気が下がると途中で逃げ出す兵士もいるから、ただでさえ今イギリスに押されてるのに攻め込まなかったらよりやられるぞって意見をした人もいたらしいんですね。で、その人からシラージュ・ウッタウラね、意見を聞いてちょっと心配になってるわけですね。で、相談した相手がミール・ジャワハルね、ミール・ジャワハルは大丈夫ですよと、明日の朝ちゃんとやりますからね、今日のところは、ちゃんと寝ましょう、休みましょうっていうわけで、全幅の信頼を置いてますからね、シラージュ・ウッタウラはそうだよなと、休ませる方がいいよって言って全軍戦闘停止とね、いう命令をするわけ。ここが完全にね、運命の分かれ目でした。全軍戦闘停止をしたことによって、先ほど他の参謀が心配していたように軍の士気がガクッと下がります。停止したってことは実は僕たち負けてるんじゃないってことになったわけですね。で、その結果逃げ出す兵士が相次いだね。で、翌朝になりました。はい、ミール・ジャーファルね、案の定動かないんです。なぜならば友好関係にあるからね。だからシラージュ・ウッタウラは、ね、昨日の夜、ミール・ジャーファルに言われてたように、動くもんだと思って翌朝を迎えたわけですけれども、実際には動かないし、完全にね、自分たちの直下にいたミール・ジャーファルの影響にない兵士たちは逃げ出しているというわけで、なんとイギリスの総攻撃を食らってですね、思いっきり負けるっていうことになるわけです。じゃあロゴだ。はい、そんなわけでね、裏切りっていうのが、大きなキーワードになってイギリスが勝ちます。はい、でその後どうなったかというとですね、ちゃんとミール・ジャーハルはですね、約束通りベンガル大使になりました。そして、シラージュ・ウッタウラというのはですね、後々捕らえられて殺されますと。はい、なのでね、約束は守られるんですけれども、はい、ここで何が起こったかというと、結局イギリスのおかげでミール・ジャーハルというのはベンガル大将になれたので、ミール・ジャーハルからするともうイギリスに対しては足を向けて寝られない、そんな状態なんですね。だからベンガル大衆とは言いつつもイギリスの言いなりになっていくということなんです。はい、そこからね、徐々に、イギリスというのはインドに対してね、直接政治も支配していくっていうね、体制になっていくんですけれども、それはね、また次のお話でご説明をしたいと思います。じゃあロゴだ。はい、というわけで
けでね、今日は、イギリス、フランス、インドでの争いということでですね、カーナティック戦争とグラシの戦いというね、二つの大きな戦いについて、やっていきました。ここね、大学入試のね、世界史ぐらいだとあんまり触れなくて、名前だけ覚えるのですっごくつまんないんですけど、実際ね、戦いの経過なんかを追っていくとね、かなり面白いので、ぜひぜひね、興味を持った方はね、自分で調べてみるといいかもしれません。はい。というわけでね、また、引き続きね、イギリスとインドの関係についてね、やっていこうと思いますので、次の動画も気になるよって方はね、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャロ、バイバイ。この度はご視聴いただき、誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と、高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。